我々実は雨男雨女だったりするので、うんうん、誰かのおかげでもうこんなにいい天気になりました。でも雨が降ったら降ったでここはまたいいんですよね。風情があって、うん、風の匂いがちゃんとそれに落ちてるのかな、うん、もうそういうものをシャットアウトするところが増えてきましたけど、なんか風の匂い、湿気とか乾いた感じとかそういうものを感じながらやれるっていうのは嬉しいなと思います。ライブハウスみたいなところですごくこう音を増幅してもらってやれるライブももちろん好きなんですけど、でも本当にこう完全に生音で、もともとこういう感じで僕らスタートしてるんで、すごくお伺いっていう感じですね。やってるかやってるか。だいぶこの数年で私様子が変わってきたんで、最近新しい CD を出したんですけど、今日も持ってきてますけども、あのパッと見た感じ皆さん持ってるなっていう感じなんですけど、あのその CD のライナーノートに数年前のね僕の写真が載ってるんですけど、その前買っていただいたお客さんがパッとこう見てですね、あんたこれだいぶ古い写真使ってないって言われて、早速やらせてちょっとあれまあまだじゃああと1曲歌って、ちょっと短い休憩をいただいて後半も宮川さんとのライブスペース、夏の終わり、秋の始まり、皆さんと一緒に満喫したいと思います。これで、いいじゃん。新しい歌です。今年の7月に、僕の師匠室にあたるここでライブをしている豊田雄吾さんデビュー、大体50周年記念で京都まで行って、かけて行きました。そのライブを見て、その影響されてできた歌です。ライブを生きて初めて仕事を無事上がれるか、時計をチラ見したと思うか、ライブへ声かかるまま、あの飲み屋へ、あのライブハウスへ、今日も歌うライブへ向かう、いつものライブ終わって始まるライブ、出会いと別れ、そして奇跡のような再会、でも後悔なんかしたことないさ、だっていつもそこで思うのは生きててよかった。今日も歌うライブへ向かう、凝り固まった全てがほぐれてゆく、そして歌とともに溢れ出るいくつもの想い、そこにあるのは音楽だけじゃない、thank you.
Yay!